はい、エミヤンです。今日はこちら。あ、読めないんだけどね。ヌードル屋さんで、なんかどうやらシステムがちょっと他とは違って、15バーツで、1杯食えるとか、どういうことなんだろうね。これが1杯15バーツなのかな？ね。あ、いい匂いがする。ね。鶏ガラ、玉ねぎと大根の。な、サリが、2位ヌーワン、2位がシップハーバーか。30杯。あ、30か。おー、オッケー。じゃあ、あー、よくわからんか。な、じゃあ、あ、ぬ、ぬ、うん。気づき。1杯が30バーツ？まあ、にしても安いんだけど。なんか15バーツって聞いたんだよね。戦略ない。うん。あ、豆もやしだ。うん。センレックヌンです。レックヌンで、あそこに豆もやしがあって。に、アッパイ大チェンマイ。アッパイ大。ああ、オッケー。これ、これないんだよ。ああ、オッケー。あ、このもやし。このもやし、どこで買うんだろう。な、2好きなんや。ん？へぇ、まいへんの？いいな。まいたまであの。ちょい。30バーツ。これが、これが30バーツで。替え玉式なのかな？はい、じゃあいただきましょう。ちょっと食ってみましょう。ね、詰まって、うん、うまい、甘い、甘くてうまい。じゃあもやし入れましょう。豆もやし、これ売ってないわけよ。この豆がついてる、うん、いや普通のもやしにも豆はよく見ればついてるんだけど、なんか違うんだよね。号泣ラーメンさんとこで、あの置いてるもやしはこのもやしで、高いんだよ。イスラム教のマーケット行くと売ってるんだけど、肉より高いぐらいだよ。蓋すると鶏肉より高いじゃん。うん、まあまあ、なんかなんか2サムシじゃない、スップハーあれだ、ジャムか。あ、それか。30バーツでこの大きさね、じゃあ2杯食ったら60バーツってことかな。ほんとちょこっとだけ食いたい人が食ってるのが20杯ぐらい食えるけど、こうやったら。全然足んねえから、バミーも食うかな。まだこうバミーだねんか。おいしいおいしい、あらよ。うん、うまいうまい。うん、美味しい、あるい。でも足りねえな。早えな、出来上がんの。はい、ありがとう。来ました。で、バミーですよ。またこのお酢を入れてね。うん、うん、うまいけど少なくね。